グズリーズの像グズリーズ・ソルビアルナルド・オティルは、ノース人の探検家。980年に、アイスランドのスナイフェルス半島のラウガルブレッカで、生まれた。赤毛のエイリークのサガやグリーンランド人のサガに、登場する。夫のソルフィン・ソルザルソンと共にビンランドに渡り、現地で生んだスノリ・ソルフィンソンは、アメリカ大陸で生まれた、最初のヨーロッパ人となった。アイスランドでは、 あだ名のビスフォーラで呼ばれる。赤毛のエイリークの佐賀では、グズリーズはラガーブレカの主張の東部員の娘として生まれた。成長するとアイナルという若い男に求婚されるが、彼の父が奴隷だったために、彼女の父は結婚を許さなかった。彼女と父は即座にアイスランドを離れ、赤毛のエイリークと共にグリーンランドに旅立った。30人が同行したが、 夏は悪天候のために渡航が遅れた。さらに病気が流行り、乗組員の半分が死亡した。これらの困難にも負けず、彼女と父は冬のグリーンランドに到着した。グリーンランド人の佐賀によると、その頃彼女は、ノルウェー人商人のサー,アーと結婚した。レーフ・エリクソンは、岩礁から彼女と15人の乗組員を救助し、グリーンランド南部のブラッタヒルズに安全に届け、 彼女と夫に霊婦と共に住むことを提案した。しかしその冬に夫は病没した。赤毛のエイリークの佐賀では彼女はノース人の伝統宗教からキリスト教に改修した例とされる。ある冬に彼女と父はトルケルの家で宴会をしていた。父は魔法の儀式をする予定だったが、それには女性のノリトが必要だった。 彼女は育ての母のホールですからノリトを教わっており、ノリトを知る唯一の女性出席者だった。しかし彼女は父に対し、私はキリスト教徒なのでノリトに参加できませんと伝えた。父とトルケルは、彼女のノリトは出席者を救い、彼女のキリスト教徒としての地位を傷つけないと説得した結果、彼女は素晴らしいノリトを披露した。どちらの佐賀でも、 彼女はソルステイン・エリクソンと結婚した。グリーンランド人の佐賀では彼女は夫と共にビンランドで彼の弟のソーバルドの遺体を探す旅をした。二人はリザフヨードで冬を越した。その際黒いソースタインとその妻グライムヒルドがいたが流行病でグズリーズの夫のソースタインとグライムヒルドは亡くなった。ある日ソースタインの遺体がベッドから起き、妻に次は アイスランド人と結婚し、多くの子孫と共に長い時間を生きるだろう。グリーンランドを出て、ノルウェーやアイスランドに行き、南への巡礼の後に、アイスランドに戻ると、実家の農場の近くに教会が建てられるだろうと述べた。赤毛のエイリークの佐賀では、ソースタインは一人で、ビンランドに渡航し、帰国後に、グズリーズと結婚している。ソースタインは、西部のリザフヨードに農場と家畜を所有し、 別のソースタインが半分を所有している。グリーンランド人の佐賀によると、ソースタインは、亡くなる際に、財産を境界か、貧しい人々に寄付しなさいと伝えた。彼の死後、彼女は、ブラッドリスに行き、商人のソルフィン・ソルザルソンと結婚した。彼は、赤毛のエイリークの佐賀では、良い家族と良い手段を持つ男で、良い評判を持つ商人と書いている。 グリーンランド人の佐賀では結婚後に彼女の説得で二人は60人の男性、5人の女性、様々な家畜と共にビンランドに向かった。ビンランドに着くと彼女はスノッリー・ソリフィンソンを生み、彼は西半球で生まれた最初のヨーロッパ人となった。スノッリーの誕生直後に彼らはグリーンランドに戻った。赤毛のエイリークの佐賀では他にも トーブーユンという息子が生まれた。グリーンランド人の佐賀では、ソルフィンは亡くなりグズリーズは未亡人になった。この時代には、アイスランドのキリスト教家が進み、改修は一般的だった。グズリーズは改収し、スノウリが結婚すると、ローマに巡礼した。彼女がローマ法王に一見した説もあるが、証拠はない。母のグズリーズが、不在の間に、 スノッディは農場に教会を建て、ソースタインの遺言を実行した。ローマから戻った彼女は修道女となり、教会で忍者として暮らした。息子のスノッディは男児のソージアーと女児のホールフレットを授かった。ホールフレットの息子のソーロック・ロノルフソンはアイスランド南西部のスカールホルトの司教になった。ソージアーの娘のユーンバルドは初のビショップブランドになった。 東部ユンの子孫のビオーン・ギルソンは北部のホーラーの死教になった。ありがとうございます。